来ましたわ、もうこっち来い、はい、ゴロー、ただいまございましたー、ダメージさん、嬉しいかんだよ、この人が従業員ですか、カールおじさんやん、やかましょ、何したんだ、これ、おい、お前何か、いやもう大丈夫ですか、申し訳ございません、なんでお客さんの手出すんや、カールおじさんって言うてくるからね、そうだ、庭あったんよ、めっちゃ腹立つでしょ、カールってめっちゃ腹立つでしょ、カールって言うじゃん、そこはそんな腹立たへんやろ、腹立つでしょ、でもその怒らんといてください、いや怒るとそらお前、いや俺も一生懸命やってるんですよ、怒らんといてください、失礼なことしたし、従業員同士仲良しましょうよ、ケンジさんね、仲良しましょう、ほらイエーイ、やーやらへんのかよ、おいせえへんのかよ、お前はだって今のご時世こんなんしたらあかんやん考えたら分かりますよ生きてるうちに頭つこう、腹立つなこいつ、ほんまにお前が言うてきたやろか、ほんま本当に申し訳ございません、ね、で、あ、ところでうちの主人見ませんでした、いや、見てないですけど、どうしたの、わしが、あ、言うてたら来ました、こっちよ、How you doing? My name is Shibori. Nice to be here. I'm so happy. English, no. 俺行きますわ。できん。OK. マジで？いや。いや、俺には日本語でできるな。いや。Yeah. Hey! Hey, how you doing? Are you kidding? Never kidding? Oh my god! Oh my goodness! Wow! 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 Fantastic! Wow! Amazing! どうどうどう、いやいや、なんておっしゃってんの、わからへん、わからんのかよ、おい、わから楽しそうに喋っとったやないか、全然わからへん、ええわ、もうあのちょっとすみません、日本語喋れないですかね、喋れるよ、いや喋れんのかよ、ほんで何ですかじゃあ今の、いやでも日本語難しいですよ、まだ日本に来て間もないんで、そうなんですね、日本に来てどれぐらいなんですか、22年です、いやガッツリいてますやんか22年でこんだけダメなんですか、いやいやいや、でも日本語難しいんですよ、ですからこうやって新聞を買って勉強してますね、あー、してますね、えらい関西弁ですね、まあまあまあ、ケンジ君がな、こうやって呼んでくれて助かったんだよ、いやいや、ケンジ君もな、ケンジ君と結婚してくれたら、もう安心すんねんけどな、ちょっとお父さん、何言ってるのよ、ワロテント仕事しよ、まだおったんぞ、半身でこっち向くな、聞いてましたけど、私そんなにおもろい話してなかったよ、テレビで笑ってんねん、何おもろい、あの口動かさんと手動かして、お前やそれは私買い出し行ってきます、あーご苦労様です、ああ千葉恵子さん、最近なんか変なやつに手回されてるっておっしゃってました、大丈夫ですか、あ、まあ、でも大丈夫です、あのお店近くなんで、あ、で、でも何かあったらここにすぐ連絡してくださいね、あ、はい、はい、ありがとうございます、行ってきます、はい、いやな、はい、二人が一緒になってくれたらええねんけどな、いいよ、あ、いらっしゃいませ。あの、2名なんですけど、お部屋空いてますか？あ、どうぞどうぞ。もう一人で後で。どうぞどうぞ。あ、お座りください。一応教えていただきます。すいません。部屋のクーラーが効かないんですけど。申し訳ございません。すぐ参りますんで。ケンジ君、あと頼むだけ。いや、どうぞどうぞ。失礼します。すいません。久しぶりですね、兄貴。お前何しに来たんや、冷たい言い方ですね、長年苦楽を共にした泥棒仲間にその言い方はないんじゃないですか、しかしまあこんなとこで何するんですか、平成のルパンと呼ばれた男、その名前出すな、兄貴のことをいろいろ調べさせてもらいました、なんかまた iPhone のやつのこと可愛がってるんですね、ケンジさんトイレ掃除、お前分かってないやん、お前は
分かってないの。リアクションおかしいやじゃないですか。小西すか。どうや。あれ聞こえてるよ。そっち小西すか。俺が知ってる小西じゃないっす。どんなんやのお前が知ってる。昔の小西は丸坊主でした。あんなんあんたここちょちょろっとなんか洗濯槽のほこり飛ぶやつぐるぐるぐる、まあ最近の洗濯槽もそんなのないやろうけど、ちょちょろってパッパッと浮いてるやつや。洗濯機に浮いてるやつみたいなのつけてませんでした。何やお前。お前や。お前女か。違うわ。何やねんその洗濯機。何でお前こんなつけてんねん。つけてへんこれ。生えとんねん。違う、取れ。生えとんねん。